症状、環境省大仁田敦史殿。以前は年間8試合もの農業区有志鉄線電流爆破マッチを備え、観客を魅了しました。常日頃から対世間を意識した発信を続けていることはプロレスラーの鏡でもあります。デビュー40周年となる2015年の活躍にも期待を込め、ここに関東省をお伝えします。いただきます。おはようございます。滑舌の悪い大仁田敦史です。今回ですね、まあ20年ぶりに賞をいただいて、まあどぎまぎしてる自分がいまして、はい、それでまあありがたいなという一言ですね。まあ今年はですね、地味に潜伏しながらですね、まあ、潜水艦のように生きていこうかなと思ってますんで、はい、まあね、最近はですね、エヴァンゲリオンが当たりません、はい、最近はですね、やっぱり北斗の拳の爆発がやっぱり一番だなと私は思っております、はいはい、最近パチンコダメです。プロレスもどうか分かりませんが、まあね、今年も一生懸命頑張っていきたいと思います。それではファイヤー。